こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの動物刺繍の本の中から、トイプードルの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、今日はアンナスの動物刺繍の本の中のこのトイプードルですね、これを刺繍しようと思います。これはここにもいます。これですね。では実際に刺していきます。はい、図案は別の動画で写し方をやっているのでそちらをご覧ください。ではまず目と鼻から刺繍していきます。で、最初に、サテンステッチのこう隠れる中に玉留めの代わりのこの並縫いの刺し始めのことをやるんですけど、もうどこでもいいです。どっか空いてるところにちっちゃい並縫いを入れて、で一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているのでギリギリでカットします。これを最終的にあのサテンステッチで隠れるで大丈夫です。で、まずちょっと図案の通りの鼻と目を、まあ、大体の位置でサテンステッチで埋めていきます。サテンステッチって言ってもめちゃくちゃちっちゃいので、まあ鼻は横に刺した方が鼻っぽくなると思うんですけど、目は縦か横どちらでもいいです。好きな方向でやってください。まあでも縦の方が可愛いかな。先に目と鼻を刺繍しておいた方がその位置が分かりやすいんで先にやってます。なのでまあ上から後から入れても間違いではないです。これぐらいですかね。でちょっと絡めづらいんですけど、裏の糸にぐちゃぐちゃっと2回絡めて、もうこれで止まっているので切っても大丈夫です。で、続きをやるときは裏に絡めて始めるんですけど、ちょっとこう刺繍が少ないので、もしやりづらい方は最初みたいにどこかまた並縫いを作って刺し始めてください。で、鼻の上に一本ステッチを入れます。ちょっと鼻にかぶらないように気をつけてもらって、細かいですね、上を埋めていきます。で、埋め終わったら下の部分も横横に埋めてもいいんですけど、横に やるよりもちょっと放射状に刺した方がこのリアル感というか、そう、毛の生え方がだいたい犬とか動物って鼻から尻尾に向かってお尻に向かってこう毛の流れがあるんで、なんかこういうのをちょっと意識してやるとリアルさが出るかなと思ったんですけど、まあでも細かいので無理してやらなくても横横でも大丈夫です。で、放射状に刺していきます。放射状の時は今みたいにちょっとガイド線を入れて間を埋めると刺しやすいです。感じで、ちょっと鼻が埋もれてきましたね。鼻が今ちょっと埋もれているので、この上の刺繍糸がかぶってしまっているんですよね。ちょっと見えづらいですけど、だからこのステッチでちょっとどけます。なんか針でちょっとギュッと押して刺して上に持ち上げてあげると、この最初の一本が上に行ってくれるので、これでなんとなくいい感じになりました。では次、額のところは縦に刺します。この黒いのが気になる方はもう取ってもらってもいいです。これもうね、ここで裏で絡まってるんで取ってもほどけないです。で、真ん中にポン
基準を入れて右でも左でもいいので半分ずつ埋めていきます。今回一つの茶色の糸だけで、質感を出そうと思っているので、ステッチの向きを全部揃えてしまうとただの塊になってしまうので、鼻は放射状、額は縦、耳は斜めって感じで、向きをちょっとずつ変えて質感を出しています。はい、では顔ができたので今度耳ですね。で耳は質感を変えるためにちょっと斜めに刺します。1本基準を入れて半分ずつ埋めます。これ左右同じですね。はい、では次は体ですね。体はだいたいこの辺に1本入れて上と下と埋めて、ギリギリまで来たらそれぞれの前足をちょっとずつ刺していくって感じでやっていきます。はい、では体と前足ができたので、あとこの後ろの部分ですね。なんか座ってる感じだった座ってる感じを出したかったのと、あとなんかちょっと毛がモコモコしてるんで、もう足をリアルに描かずにただこう丸い塊にしたんで、なのでどっちでもいいです。後ろ、お尻の方から埋めてもいいし、この手の前足の間から埋めてもどちらでもいいです。もう全部横横に刺していきます。はい、ではできたので裏に絡めます。2回ほど絡めて、これで出来上がりです。ちょっとこの辺チャコペーパーの跡が残ってるんでちょっと濡らして消します。洗わないと消えないチャコペーパーもあるんで、チャコペーパーのパッケージを読んでその通りに消してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。